こんにちは、ちか先生です。はい、今日の日本語チェックです。さっき雨が降ってきたけど、すぐに止まりました。はい、これはどこがポイントですかここですね。すぐに止まりました。じゃあ,ありません。はい、これはね、すぐにやみました。これで OK です。はい。 まあ、じゃあ、どうして止まります。やみます。これ、どちらもストップ、ストップ。同じですけれども、雨が止むはいいです。でも、雨が止まる。これはダメですね。はい。どうしてか。あのね、この、止む。雨が止むの、止む。これはね、自然にストップするものですね。だから、雨は、 自然にストップしますよね。ね。雨がストップするぞ言いませんね。雨が自然にストップですよねで。止まる、これはね、自然にはストップしないものですね、はい。例えば、こんな感じですね。風が止む。風ね。ヒューヒューヒュー、ウィンドですよね。風が止む。あとは、雪。 Snow 雪が止むあとは雷が止むこれも自然にですよね風がストップ雪がストップで雷もストップですよねで車が止まる人の動きが止まる時計が止まるこれは自然にじゃないですよね車が止まるは誰かがブレーキを 踏みまままししたたから車が止まりましたね人の動きが止まるこれも人がいますけどその人がストップしましたからそれで人の動きが止まる時計が止まるこれもね例えばバッテリーがないだから時計が止まるですよね、はい、だからやむ止まるどちらもストップの意味ですけど ちょっと違います、はい、ますあだからね、やむ、これは自然のことが多いですね。風とか雪、雷、雨。はい、だからさっき雨が降ってきたけどすぐにこれは同じ感じですけど、これはやみですね。はい、みました はい、これでオッケーです。それでは今日もありがとうございました。またね。